こんにちは。こんにちこんにちは。は。はい。今日も、では早速ね、12月19日、今日はなんか一粒万倍日で大安日ということですごくいい日みたいですよ。ね。今日も。はい。ご視聴ありがとうございます。わあ、続々と皆はい。さん見てくださってる。嬉しいね。ね。嬉しいですね。はい。今日のゲストは、茨城県の守谷市ですよね。で、バイオリン講師をされて、今、いらっしゃいます、田上久美子先生と、バイオリン指導法オンライン講座を運営されています河合佐弥子先生をお招きしまして、私大阪府吹田市で音楽教室を運営してます黒田優美がお届けします。はい、ということで今日はホームページ作成のポイントっていうことなんですけれども、久美子先生の、今日のね、テーマになったきっかけみたいなのがあったら、教えてください。もう何年も前からホームページ作りなさいってずっとずっと言われ続けていたんですけど、とにかくその単純に機械が苦手なのと、何回かチャレンジしたんですけど、これでもチャレンジしたんですけど、なんかこう簡単だよって言われたのがうまくできなくて、何回も頓挫して、で今ようやく本当に優しく作れるやつでちょっと、はい、やり始めているところです。やりかけているか。はい。もうちょっとかなっていうところなんですけど、ちょっとあと一歩公開する勇気が、とは出ないっていうとああ、ころもっです。たいない。もうね、途中でもいいので公開されちゃったらいいかもしれないですよね。ね、先生の教室は、茨城県守谷市ですよね。はい、ですね。はい。はい、はい。じゃあ、先生の、まずさ、先生、教室の特徴なんかを教えていただけますか？とあ、か。教室の特徴、教室は、外の教室にも行っているので、一箇所は、楽器店で、一箇所は音楽教室。それは市外なんですけど、市内の楽器店と、県外の音楽教室に一応行っているのと、あとは自宅で、はい、教えているんですが、特徴、やっぱり基礎をしっかり大事にと思って、はい。初心者の方、みんな初心者の方が多いんですけど、ゆっくり、ゆっくりじっくりと、はい、進めていく感じでやってます。指導法講座で教わったことなんかを入れながら、基礎をしっかはりい、見てたりし初て心ま者す。から見はい。ていただけるっていう感じですよね。はい。初心者の方が多いです。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。では、河合先生、自己紹介がてら、また、田上先生の、ね、印象とかも教えていただければ。はい、お願いします。バイオリン指導法講座主催してます、河合佐弥子です。黒田恵美さんも、田上久美子さんも、私の講座を受講されて、修了証を取得されてますね。はい。次回の、第10期、10期なんですよ。第10期の指導法講座は、2024年の4月開講予定で、募集は3月にする予定ですので、ご興味のある方、どんな感じかって知りたいっていう、お問い合わせだけでも結構ですんで、そうですね、インスタの DM からも受け付けますので、ぜひお問い合わせください。で、久美子さんの特徴は、ゆっくり丁寧でしょ？はい。そうでしょ？それ特徴よ。いいとこ。時々悩みとして早く進められないっていう悩み事をよく言ってる印象があるけど、それはやっぱりゆっくり丁寧に相手に合わせてあげられるってことだからいいと思いますよ。はい。そうですか。はい、ありがとうございます。はい。なるほど。じゃあ早速ホームページの話を。ホームページですね。ですね。そうですね。私もそう、ホームページを立ち上げたのが4年前になりますかね。4年前に、まだコロナの前でしたね。そうですちょうど、ね。ちょっと前のに、ちょっと教室を大きく広げて、しっかりやっていこうかなって思った時に、まず、そう、自分の教室の存在を知ってほら、ほしいなっていうのがあって、で、特に、うち、周りが住宅街で、それほど、人通りが激しいわけでもなく、だから、看板とかも未だに出してないんですね。なんですけど、そう、やっぱりホームページを作ろうと思って、とりあえずなんかフリーの、無料の作った、なんか結構、まだその当時やってない人がほとんどだったので、結構検索順位もパッと上がってきて、お問い合わせもどんどん入るようになってきて、で、
でもそのホームページ自体がやっぱり無料のものだったんで、広告とかが結構入ってきてて、で、まあ、ちょっとその広告がない方がこう自分のやっぱりドメインをちゃんと取得して作ろうっていうことで、まあ、ワードプレスを難しかったんですけど、ちょっといろいろ塾の、詳しい先生にちょっと聞きながら自分で3ヶ月ぐらいかけて作ったんですね。で、そうしたら、そうですね、もうそこからなんだ、やっぱりいまだにホームページからのお問い合わせがもうずっと毎月必ず1名以上は必ず来るっていう感じで、で皆さん必ずアンケートを取るとどの媒体から来ましたかっていうと、まあ、いろいろ、まあ、インスタとかね、ブログとかもやってるんですけど、まあ、最終的にはやっぱホームページからが圧倒的に多くって、で、まあ、お友達からの紹介で来られたっていう方でも必ずなんかホームページも見ましたっていうふうにおっしゃるので、うん、やっぱりね、なんか安心感っていうか、教室どこにあって、どんな先生がどんなレッスンしてるっていうのが分かるっていうのがホームページ、うん、だからもう今のね、時代必須かなと思って、うんうん、やっぱりね、例えばまあ初めてお店探すときとか、ね、最近ちょっと断捨離とかしてるんですけど、なんかリサイクル、断捨離いろいろなんかね、もう必要ね、もういらないものがうちあふれかえってるから、うん、もういろいろちょっと断捨離して片付けをきれいにすっきりしたところで暮らしたいなと思ってしてるんですけど、うん、なんか いらないこう家具とかなんかいざどうしようってなった時、まだ使えるけど、うん、でももったいないなっていう時に、なんかリサイクルショップとね、チラシとか見るんですけど、やっぱりでもチラシだけではなんかちょっと物足りなくって、そこからやっぱりチラシからこうホームページとか検索して必ずそこからお問い合わせするように私もしてたりするので、うん、なんかやっぱり安心感っていうか、なんか、うん、そう、内容とかもそこから見るっていうのが、うん、あるのでね、絶対ホームページ必要だなと思うんですけれども、ね、うん、なんで久美子先生、そうせっかくね作られてるんだったら、うん、まあ、途中でも公開されて、で手直ししながら、うんうん、されるといいかなと思ってます。私もだから自分で作ったので、業者とかじゃなくて、途中でも全然自由に書き換えられるし、ブログとかもどんどん追加していって、そうするとなんか新しい情報がアップデートされるから、うん、今お教室やってるんだとか、どんな状態なんだっていうね、のとか、あとキャンペーンとかも盛り込めるので、うん、だから、まあ、あの時ちょっと大変だったけど頑張って作っといてよかったなっていう、うん、感じなんですよね。まあ、ほら、ホームページも、まあ、ブログもインスタもそうだけど、最初のうちはなんか王様の耳はロバの耳って言ってる状態だから、ね、アクセスされないからそんなに恐れる必要はないよね。もう久美子さん、私のとこ来て5年ぐらいだっけそれぐらいよね。その初めて会ったの、それぐらいよね、あの頃だから結構経ったね。結構経ちました。あの頃よりは今の方がもう媒体がもう増えすぎてるって言ってもいいぐらいだから、恐れる必要はないよね。みんながやって当然になってきてるし、そうですね、うん、最近だから、うん、最近立ち上げるとあんまり検索結果で乗ってこないですね、なかなか、ね、そうよね、うん、だから久美子さんがほら私と会った頃ってなんか恐れてるように見えたんだよね。その周りの人より突出しちゃいけないとか、先生との兼ね合いで月謝が決めかねてるとか、うん、そういうことばっかり言ってたらすごいよく覚えてるんだけどでしょ。で 何を恐れてるのかなってずっとって言ったらそこじゃないかなと思った。叩かれるのが嫌とか、人からこう目立つのが嫌とかじゃなかった？そう言われると何なんだろうと思いますけど。そうでしょ、そうでしょ。で、今思うともうみんなやってるから当然のように。もう恐れることよりも逆にこれから自分のキャリアアップ考えていかなきゃね。自分でやっていかなきゃ。地域で生きていくわけじゃない？これ一種のキャリアじゃない。で、ホームページとかブログとかインスタって記録だから、何年やってましたっていう信用になるのね。私もなんか聞かせたらもうブログ10年だけど
だからやっぱ10年前から記事があるっていうので、うん、長く活動してるって信用になるから、インスタもそうなの。うん。だからね、うん、ぜひもう公開しちゃった方がいいと思うけど。そうですよ。で、あとはほら、うん、何を載せるべきかっていう話を今日してほしい。うん、あ、わかりました。ゆみさん、私に教えて。私に教えてください。じゃあまあ、ホームページ作りで大切なポイントですね。うん、まあ、一つ目はやっぱりね、ファーストビュー。こう、やっぱり、ね、見た目。一番最初のページ、うん、トップページの見た目。うん。で、やっぱりそうですね、初めてね、サイトを訪れた人が価値が、この、うん、音楽教室行く価値があるなとか、自分の子に合いそうとか、やっぱりパッと見て、なんかちょっと違うなって思われたとすぐね、離れちゃうっていうところがちょっとホームページの怖さでもあるので、やっぱ最初の見た目、あ、まあ本の表紙とかね、映画の予告編みたいな感じで、うん、イメージとかビジュアルを大切にして、パッと見て分かりやすいなんか教室の特徴とか、キャッチコピー。うんうんうん、キャッチフレーズなんかが載ってる、あとキーワード、うん、何県何市で何の教室してて、うん、何歳から何歳までやってますっていうのがパッと分かりやすいトップページっていうのがまず一つ目の大事なポイント。そうよね。だから教育理念だよね、うん、基礎を大事にしていますが先に聞きたいならそこに書くべきじゃないかな、うん、そうですね、久美子先生の場合は基礎を大事に、基礎を大事にしてるけど、うん、急いでうまくしたいわけじゃないでしょ、久美子さんは。まあそうですね、でも急いでうまくなりたい人多いですよね、うん、だからそういう人にはそういう人で対応したいなと思ってます。うん、そうそうそう、うん、ただ久美子さんの特徴としては無理しない方がいいと思うのよ、うん、今言ってくれたようにちょっと無理しちゃうじゃない、来たら来たで対応したいとは思うって言うけど、うん、やっぱりそれはあなたのキャラクターには合ってないと思うから、私は。やっぱキャラクターに合った、自分自身に合った人のお客様をカスタマー、パーフェクトカスタマーって言うんだよね。ペルソナを作って。私もちょっと勉強したけど。うん、ペルソナってのは理想のお客様。どんな生徒に来てほしいかって紙に書き出してねって以前話したことあったでしょ。うん。それは、自分の理想で誰が読むわけでもない、私がこんな偉そうなこととかそんなこと考えずに書き出して、でそのお客様に響く言葉、もっと本当細かければ細かいほどいいので、家族構成とか何歳の人に来てほしいとか、大人に来てほしいとかだったら大人の人何歳ぐらいとか、でそういう人に響くホームページ作りったらトップページに大人の人中心でやりたいんだったらやっぱり大人の人の写真があった方がいいだろうし、大人の人の人をレッスンしてる写真。で、ゆみさんのとこは全体の、発表会を出してるよね。うんうん、そうですね、うんうんうん。だから幅広い年代って言っても子供たちがいっぱいあるから、ゆみさんの教室はなんか子供が多いイメージ、私は。そうです。圧倒的に多いです。うん、あ、そうでしょ。で、それで合ってるはずのゆみさんはやっぱ得意分野として、リトミックもやってるから。うん。だから、久美子さんの場合は、大人のキーワードがさっきから何回も出てくるので、久美子さんの口から。打ち合わせの時も。ああ、たまたまそう、そうですね。大人の方が多い。うん。で、そしたら、得意分野としてあるんだったら、大人の女性だよね。女性の、うん、まあ、30代、40代ぐらいの方の背中から写してるような写真があったら一番ベストかもしれない。どう思いますか？うん。うん。うん、ちょっと、色調も落ち着いた感じで、うん、うん。うん、うん。大人、今から、大人の初心者向けなのか、それとも、途中から上手くなりたいのかっていうによるんですけど、まあそうですね、あとはまあもしね、まあ、お顔とかもし出して OK でしたら、まあ、一緒にレッスンしてる風景とかちょっと動画とかにであげたらすごくいいと思います、一番。そうよね、そうそうそう、うんうん、動画が一番ね早いですよね、うん、感動がね、うん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 、そうそうそう、だからまあそのお教室の特徴を出すっていうことでキーワードを必ず入れるってこと、うん、が大事かなと思っていますね、うん、うん、
そう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 。で、まあ、あと、まあ、二つ目はやっぱり必要な情報が分かりやすくまとめられていて、必要な情報にすぐアクセスしやすいっていうことですね。うん、私は耳が痛いだ、それは。私は耳、私のホームページ雑談になってるから耳が痛い。そうですね。河合先生のホームページ、多分、トップページが、先生向けと、こう、生徒さん向けと、こう、パッと行きやすいようにまとめられるともっといいのかなっていう印象が。ありますが、はい、頑張ります。はい、いやでもすごくコンテンツはすごく充実しているので、はい、そうそう、素晴らしい、そうそうなんですよ。だからどんな先生がレッスンしているのかとか、まあ、レッスン料とか、あとお問い合わせ先を必ずすぐ分かるように飛べるようにしておくっていうことをですね、まあ、最近スマホからねアクセスする方も多いので、スマホから見ても分かりやすいように、うん、うん、まあそうそう。で、あと体験レッスンへの動線をスムーズにしておくっていうことが大事かなと思います。うん。で、そうですね。あとはまあホームページ作成のポイント3つ目なんですけど、あとはコンテンツのクオリティと信頼感、うん、っていうことで、まあ教室が魅力的でこの先生だったら安心して通えるなとか、まあ、我が子を任せて預けられるなっていうやっぱ信頼感が必要なので、まあ、それね、この教室に来たらどんなことができるようになって、何がどんな進歩がで、ね、見られるのかっていうのが写真とか動画とかね文章で分かるように言葉選びなんかも大事にし大切にしてそうそうそう、説明するといいかなと思いますね。あとは、まあ、自分、ご自宅からのアクセスとか、あと、レッスン室の雰囲気、どんな雰囲気でね、レッスンしてるのかっていうのも結構大事ですよね。うん、そうね。まあ、この、うん、今こうやってお話ししてる、このライブね、録画で私 YouTube アップしてるのを載せるといいと思うの。どんな先生で、どんな喋り方なのかが知りたいはずだから。うんうん、私みたいにパーって早口で喋る先生が好きな人もいれば、久美子さんみたいにゆっくりおっとり喋る先生、うちの子ちょっとおっとりしてるからおっとりしてる先生がいいわって探してる人は久美子さんのとこ行って、うちの子落ち着きなくてよくくるくる回ってるような男子だからって言ったら私のとこ来るんじゃない、うん、今私の教室男の子ばっかりだもん。あ、そうなんですか。そう、小学生以下全員男子なんですよ。大変なんだけど。まあ気に入ってもらえてありがたいなとは思うけど。うん、で多分その様子をまたね写真とか動画でアップするとまた男の子がねまた、うちの子だったらって思った。いいけど。いいけど男の子でも。うん、男の子面白いけどね。楽しい、大変ですよね。大変です。そうそう、うん。ね、まあ、あとは今ね、やっぱりこう、ブログとかもこうして、キャンペーンとかで、今も募集してる、うん、今現在募集してるよっていうのが分かるようにしとくといいですかね。あと、まあ、枠でしょ、うん、何曜日の何時募集。あ、そうですね、何曜日何時、うん、うん、で枠がつくよと、うん、うん、いいかもしれない、いいですよね。うん。そうよね。うん、うん。あとは、まあ、SEO 対策みたいな感じでは、この内部のリンク、非リンクっていうんですか、なんかこっちのページからこっちのページに飛ぶとか、そういうなんかリンクをたくさんつけると、あとは外部の、まあ、媒体から、ホームページに飛んでもらうとか、そういうのをたくさん。久美子さんの場合だとインスタだよね。インスタから飛べるようにする。今、インスタの、この前、ユミさんに教えてもらったけど、まだ私改善してないけど、リンクアクセスが2つまで増えたんでしょ、インスタ。あ、そうですね。2つか3つかな。うん。3つなんだ。なんかどんどん変わってるんでね、なんか今、なんか広げるたびになんか、開けるたびに変わってるから、あれなんですけど。そうなんだ。3つもアクセスできるんだね。うんうん、ってことは、まあ、私だとツイッターも載せられるってことなんだ。うんうん、ツイッター、ホームページ、ツイッターってことね。あと、スレッズもあるもんね。スレッズはすぐ飛べるんだ。うん、インスタからだと。スレッズは交互行き来してるしね、おすすめとかにも出てくるから。あれなんですけど、まあ、教室のうちは LINE と、あとはホームページにつながるようにしてます。
そう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 。なんでそういう非リンクをたくさん作るっていうことですかね。うん。うん、これ見てらっしゃる、見てらっしゃる方、質問あったらぜひ、はい。コメントいただければ嬉しいです。うん、はい。そう。なんで、今、久美子先生書いてる、ホームページの中で、なんか、あ、どうしたらいいかなとかっていう、困ってることとかありますか？おげしゃをどこまで載せるかとか、あとは何だっけ。あ、その入れる写真がちょっと、ちゃんと改めてそれで撮らないとない、レッスン中の写真ってなかなかなくて、それを、用意するのがなかなかできてないなっていうところなんですけど、そういうのなしでもとりあえずもう、出しちゃった方がいいですかね。あ、もちろんやりながらやればいいけど、ゆみさんがこの前いいことを教えてくれたのは、自分の振り返りのために動画を撮ってるってゆみさんが言ってて、ゆみさんはそこから切り取ったものを載せてるでしょ、で、そうですね、生徒さんにもちろん許可取りして、だから、もちろん入会の時点で載せてもいいですか、顔出しいいですかとかっていう、その許諾を先に取っておく必要があるけど、自分の振り返りのためっていうふうにすると、生徒さんは納得してくれるでしょ。すべてが利用されるっていうような感じに映らないじゃない、宣伝にね。そうそうそう。で、動画撮ると、やっぱなんか自分のレッスンの振り返り、本当に反省とかもすごくよく見えてくるので。見返すと、はい、で生徒さんの記録にももちろんね、喜ばれますし、その中でこう写真を動画の中から切り取ったものでも全然ちょっと画質落ちますけどね、できればやっぱりプロの方に撮りに来てもらってっていうのが一番おすすめですけど、まあでも難しいよね。まあ実際問題としてね。ね、費用もかかるし、だからちょっと急ぎでやっぱり家じゃないか、教室のその雰囲気を味わってもらうにはやっぱり一番手っ取り早いのはやってる最中のその空気感が映るから、私はゆみさんの好き、そう、私はゆみさんのあれが好きなの。あ、ありがとうございます。切り取ってるものを見るのが。本当にもうありのままっていうか素のままなんですね。そうそう、だからすごくいいと思う。私もそれで切り取ったことあるし、自分のレッスン取ってるの。なんか質問来てますね。ありがとうございます。トミーラブさん、はい、キャンセルポリシーみたいなある意味マイナス要素の情報は掲載すべきものでしょうか。キャンセルポリシーっていうのは、その体験のキャンセルってことですかね、それとも、どういうキャンセルでしょうか。これでも規約にも関わるから、それはやっぱご入室いただくときに渡す書類を、ね、退出ってことですか。退出とか あとは、はい、まあ、キャンセルポリシーだと、私は単発の方が多いから載せちゃってるね。1週間前までは全額返金、で2日前、前日 100% にしてる。1週間切ったら 50% もらってるっていう風にしてる。単発の方が多い先生はそうですね、いりますね。一番載せてないです。体験レッスン両方ですって書いてある。うちは載せてないですけれども、まあ、もしそういうのが頻繁に続くとかね、困る、なんかこう、お教室をレンタルされてるっていうね、場合とかなんかは困ると思うので、まあ、そういう場合はキャンセルポリシー載せていただいて全然いいと思いますね。書いて載せてる方がいいよね。そうですね。ちょっと、言葉遣いとしてはちょっと悪い言葉遣いになるけど、冷やかしの人とか、防げるし、まあ私前からお話ししてるけど、無料っていうのは良くないと思うの、体験です。やっぱり一度最初に本当にまっさらな状態でいらしたとしても、こちらのスキルをね、提供する時間だから、レッスンって。だから、やっぱり500円でもいいから、体験料は絶対いただくべき。そうですね。と思うのね。それでキャンセルポリシーは載せておくの。体験レッスン、キャンセルは前日、何日前までにお願いしますとか、その以降は発生します、体験料が発生します。そう、
ですね。ご返事くださった。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうですよね。やっぱりなんかマナーとしてそうですよね。こちらもね、その時間を空けたり、部屋と時間と場所と。そうだね。まあ、久美子さんも楽器店やってるから、体験で来なかったっていう事件、なかったことはないでしょ。あったでしょ。ありますね。あったでしょう。うん、私も楽器店で先生やってた時に、大抵の楽器店は今無料体験だから、まあ、有料のとこもあるけど、有料のとこの方が少ないでしょ。そうするとやっぱりこう当日来ないっていう事件が起こる。ね、他前後に生徒さんいらっしゃったらいいけど、ね、そのままそのためにやっぱり時間を、わざわざ遠くからね、いらっしゃる先生とか。ちょっとね、困りますよね。そうなの、そうなの。ある意味こうリスペクトだよね。その体験無料はいけないと思うっていうか、お互いをお互い尊重し合うためにもやっぱり、その報酬っていうのは少額であっても発生すると緊張感が保てるから、でそのためにも、まあ、キャンセルポリシーとかはね、最低限最初に載せておいて、そういうスタンスを見せるの大事だと思うな。まあ、こういう教室なんですっていうこともきっちりね、そこで見せておくっていうのが、はい。まあ、あんまりそれで埋め尽くされてるとね、ちょっと、あれで、ちょっと、うん、怖がられちゃうかもしれないですけど、まあ、その中でちょっと一言添えておく分には全然、はい、いいと思います。そうね。はい。もうこんな時間だ。早いね。あっという間に。あっという間になっちゃったね。久美子さん、どうかしら。どう？ここまで話聞いてて。あ、もうとにかく早めに公開するようにします。早め？今日じゃないの？早め？今日？今日いい日なんで。今日いい日だから。あ、そうか。始めるように。はい。で、あとさっき言ってた、その月謝は、最初のものだけ載せとけばいいんじゃないかな。全部、全部私、何円からみたいな。細かいものを、ね、全部公開する必要は私はないと思うんだけど、どう思いますか、ゆみさん。そうですね、私もいくらから、何分いくらからっていうふうにしてます。全然だから、教材が進んで、まあ、その後はまたお問い合わせくださいみたいなのでもいいと思います。そうよね。だってほら、30分レッスン希望してる人、1時間の人、45分希望の人、いろいろいるとやっぱ対応が変わってくるでしょ、単発レッスンとか。そうですね。やりながら決めたらいいんじゃないかな。私はやりながら決めた。ああ、そうね。そこら辺のコースも全部考えて載せてからじゃないとダメかなとか、いろいろ。なんで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 。なんか、皆さんそういうふうになってるから。皆さんのホームページがそういうふうになってるから、そういうものかなっていう、思ってたんですけど。全員やりながら考えてると思う、全員がね。で、やっぱり物価が上がっていくから、上がったし、まだ上がっていくから、そこもちょっと見越して最初のところ、入り口のところだけにしといて、自分の中にも余裕持たせとかないと首が締まっちゃう。はい。というわけで、今日から公開するね。今日から公開。久美子先生の教室、茨城県守谷市で検索してみてください。検索、そう。はい。先生の教室、とりあえず今は、まあ、インスタの DM からとかお問い合わせして、体験レッスンを申し込みの方には何か特典あるんでしたよね。あ、はい。体験レッスン割引で、はい。させてもらおうと思います。はい。2000円を100円でお願いします。はい。はい。はい。2000円を1000、500円。500円で。はい。500円割引で。はい。ぜひね。はい。ゆっくり基礎から丁寧に教えてくださる先生なんでね。はい。お問い合わせください。はい。で、河合先生。はい。ありがとうございます。2024年4月からですね。次のオンライン講座。はい。はい、臨時情報講座は来年の4月です。募集3月の頭にする予定ですので、私のメルマガご登録いただければすぐお知らせいきますので、ぜひご登録ください。はい、ありがとうございます。で、今日は、まあ、ありがとうございます。で、私からは、今日ご視聴の皆様に、まあ、この続きとして、ちょっとね、30分ではお伝えしきれないので、1月、さっき、5日って書いてあるんです。4日に、訂正します。4日の木曜日の10時から12時まで、
応ホームページ作成の、はい、すごい無料だって頑張りますね。見に行きますあ、ゆみさん、あの切れちゃった、回線が不安なんか私電話が来ちゃった。ああはい、そうよね。電話が来たらなんかね。音声が切れた。すいません。そう。スマホが止まるの、はい、私もあった以前に。よかった、戻ってきた。はい、ということで、今年もね、もうあと残りわずかですけれども、うん、はい、あのバイオリンのインスタライブ、3人の先生によるインスタライブ、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また来年も、まだ日程は決まってないですけれども、はい、また、開催する予定ですので、またあのインスタの方をチェックしていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はホームページ作成のポイントで、はい、田上久美子先生と河合紗友子先生をお招きしました。はい、はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。さよなら。ありがとうございます。